者の皆様、大変ご多忙な中、お時間を割いていただきまして、記者会見、参加していただきましてありがとうございます。私本日、こちらで、10万円追加給付、一律給付、現状支援策の改定案アクションを、企画しております。氷河期就職氷河期世代当事者全国ネットワーク、略称氷河期ネットの代表の増山玲奈と申します。本日は、私たち昨年から昨年の2月から、財務省や総務省、に通いまして、とにかく日本に国民にきちんと、十分な保障をしなければ、経済社会が成り立っていかないということを幾度にわたって10回にわたって現金給付請願活動を続けてまいりました。本日は小野誠二先生、日本ベーシックインカム学会理事の小野先生をお招きしまして、私代表副代表の諸星佳央、そして、事務局長の岡本純一とともにお話しさせていただきます。まず今回、厚生労働省の社会援護局の皆様と対話の席を、今設けさせていただきまして、メールのやり取りですとかお電話ですとか、また26日には、Zoom で、時間を取っていただきまして、私どもの請願内容についてより詳しい対話のお時間をいただいております。今回請願をした内容について口頭にてご説明をさせていただきます。まず第1面、国民全員への再度の現金給付を行うこと、これは、単発の10万円ということではなく、国民生活が十分に改善してコロナが収束するというのを見て、複数回を必要だと言っております。また現在厚生労働省の中で取り組まれています自立支援金の制度、そして生活保護の制度の支給案件の緩和拡大を要求しております。と言いますのは、現在生活困窮者の方のための給付や、そして総合支援資金、緊急小口資金などの融資は返済免除枠があると言いながらも、その対象が十分ではなく、また追加で融資を受ける場合にも世帯全体での貯金額の制限があったり、また緊急小口資金、総合支援資金などを十分に全て借り切った人が対象だというような形で、実際には対象者が大変少ない状況になっております。また生活保護支給案件についても、地方にいても車を持っていては受給対象とならないということですとか、窓口に行ったけれども受給することができなかったという例があったりですとか、審査基準の緩和、支給期間の額、控除割合の緩和ということを要求しております。こちらにつきましては、この後副代表の諸星からより詳しいお話しさせていただきます。また政府による雇用創出や保障が必要であると考えております。エッセンシャルワーカー、これは介護従事者であるとか、また保育の担当をされている保育の方も含みます。職種の待遇、法定価格を引き上げ、また失業保険と手当の拡充、学徒期間の拡大、そして、事業者への広く十分な保障ということも求めております。私も個人事業主、法人の代表をやっておりますけれども、こちらの十分な支援があるとは、言えません。再度持続化給付金のような、個人事業主100万円、法人200万円の再度の持続化給付金の給付を求めるということですとか、また月額支援金制度という制度がありますが、こちらは 50% 売り上げが減った事業者に対して行われるということで、対象が大変狭くなっております。じゃあ 48% だったら1円ももらえないんですかという話で、こういった条件を緩和してより多くの事業者が対象となる必要があると思います。ちなみに一次支援金は総予算の5380億円のうち300億円が余ってしまいました。もしその時点で十分な方々に十分な額を給付することができていたら、今困窮されている方々の数、
自殺をする人たちの数変わっていたはずです。今すぐこういった体制を見直さなければ日本経済はさらに困窮していくと思われます。長くなりましたが、マイクはですね小野先生にまず代わりまして、小野先生の本日資料として、持ってきていただいた最新の、データを含めてお話をいただきます。小野先生よろしくお願いいたします。小野と申します。簡単に自己紹介しますと、私は1974年に東大で東大理学部素粒子論で博士号を取って、その後カリフォルニア大学とかカリフォルニア大学とかそういうところで研究をしてたんですね。約10年海外で研究してまして、日本に帰ってきてから随分日本変わってたと。そして、バブル崩壊があって、でこれじゃダメだと、日本経済これじゃダメだということを非常に強く感じます。ということでですね、このグラフを最初のページのグラフを見ていただければもう一目瞭然だと分かると思うんですが、名目 GDP ドルベースですけども、これで見ますと日本経済全く拡大してないんですね。で他の国は中国なんてすごいですが、他の国どこでもそこそこ右肩上がりですよ。日本は全然成長しない、コロナ禍でさらに悪くなったということで、なんとかならないのかということですね。ということで私は、宍戸俊太郎という非常に有名なシミュレーションに関して、非常に有名な先生が、国際的な賞もいってもらっている先生にと一緒にですね計算をしようということで、我々はその計算を始めたわけです。でどうやれば日本経済を復活するのかということで、これも20年も前なんですね。で結論は非常に明らかで、当時、国がどんどんお金を使えと、お金をどんどん配れと、そうすると、あっという間に日本は豊かになる、経済規模も拡大する、で国民もリッチになるわけですね、豊かになるということで、もう悪いことは何もないんですね。で計算に対して、どうせそんなことすると、どうせですね、そんなことするとハイパーインフレになるとかいうような反論がありました。でも計算する、実際計算するとですね、そんなことは全くなくて、物価に対する影響はごくわずかであるということが分かったんですね。世界をリードするノーベル経済学者に、手紙を書きまして、そうです、サミエルソンに手紙を書いて、これでどう思うかというと、これでいいんだと、別に物価上がらなくてもいいじゃないかと、経済成長するんだから、それでいいと、やれと言ってくださったんですよね。でもう一人のノーベル経済学者ですけども、ローレンス・クラインという人がいまして、これはもう計量経済学の世界的な権威です。彼にも同じように相談して、彼も大賛成だったんですよ。このやり方で日本経済を復活すると、もう20年前ですけどね。で彼はですね、彼にお願いして、なんとか日本政府を説得してくれないかということで、日本にお招きして、九段会館でですね、2004年だったと思うんですけども、750名を集めて、そのシンポジウムで、そしてそのまま国会議員会館に連れてきて、そしてたくさんの国会議員の前でスピーチをやってもらった。
ということで、まあ、我々ニーズという日本経済新聞の開発したモデルを使って計算したんですけども、まあ、私が計算したというよりは誰が計算しても同じ結果が出るということなんですね。これはですね、20年前に計算したのと、それから最近計算したのと同じ結果が出てるんですね。で、名目 GDP、 一番最初に名目 GDP の値を計算しました。これがですね、まあ、10年前にも20年前にも計算したのと、まあ、あまり違わない。とにかく国民全員にですね、毎月10万円、年間120万円配れる、そういうグラフっていうのが120万円っていう青い線なんですね。で、それ、その先生に次だと思うのであれば、もうちょっと減らして80万円、その下は40万円。